三井住友フィナンシャルグループなどが昨日から始めたポイント事業 V ポイントのトラブルが続き、一部の利用者のアプリでポイントの残高が誤って表示されている可能性があるということです。表示ミスの可能性があるのは三井住友銀行アプリなどです。トラブルは昨日午前11時ごろに確認され、今日午前3時ごろまでポイントの残高が表示されなかったり、店舗での利用ができなかったりしました。利用は再開されたものの、表示が誤っている可能性があるということです。